ブラーミニメクラヘビと効果の比較。ブラーミニメクラヘビは、爬虫高有輪も多く、メクラヘビかメクラヘビ属に属するヘビである。ミミズヘビとも呼ばれる。全長は160から2 2 0ト、mm、ル東道長128から1 8 0ト、mm、ル生きたものはミミズに似ているが、ミミズとは違い大切がなく、鱗に覆われ。 舌を出し入れすることから本種であることがわかる。頭部は丸く、頸部は他の蛇類のようにはくびれていない。目はあるが非常に小さく、痕跡的で光のみを感じ取ることができるとされる。毒は持たない。体色は肺褐色、もしくは茶褐色で、鱗には光沢がある。背面の体鱗数は14。草地や砂糖きび畑。 林園など日当たりの良い乾燥した土壌に生息していて、石や倒木の下、速側溝の落ち葉が溜まっているところで見かける。ヘビ類で唯一オスが存在せず、メスのみで単ため生殖をする。繁殖期は日本の南西諸島で6月中旬から7月中旬にかけて。繁殖形態は卵生で、1回の繁殖で通常は1から6個、最大で8個の卵を産む。 食性は肉食性で、主にアリや、白アリなどの卵やサナギ、小型の節足動物などを捕食する。石や落ち葉の下、畑の土中などを探せば見つけることができ、多くの大型土壌動物と同様に、速攻に落ちたまま上がれなくなって囚われた状態になっている個体を見ることも多い。干からびて死んだものは、針金そっくりである。捕まえるとミミズのように体をくねらせ、 先の尖った尾でつつく。原産地は半然としないが、アジア南東部と考えられており、世界中の熱帯、亜熱帯地域に移入されている。日本国内では、外来種であり、静岡県、長崎県、鹿児島県、大隅諸島、都から列島、南西諸島、小笠原諸島、沖縄県などに移入された。移入された地域を含むと、 ヘビ類の中では、最も広く分布している種とされる。日本への侵入経路は、観葉植物の商業的栽培など、植物の移出入時に、植木鉢内や根の周りの土壌に潜入して、持ち込まれたと考えられているが、移入時期、移入もとともに不明である。フロリダでは1983年に最初に記録され、以降、フロリダ半島の大部分で見つかっている。 ありがとうございます。